イクちゃんの誕生日。オークちゃんは大切にしていた石をプレゼントしていた。何の気なしに言った可愛いという言葉を鵜呑みにしてしまったんだろう。オークちゃんには友達がいなかったから、それほど深い意味はないことに気づかなかったんだと思う。私の目にもゴミにしか見えなかったけど、オークちゃんの気持ちを思えば光り輝く宝石のように見えた。そうやって私たちは言葉にしなくても思い合うことができる理想の三人組だった。東の魔女のようにプチッと潰しますよ。私だってやれるんです。